えー、こんにちはまあ努力って言葉は私はあんまり実は好きじゃないんですよ。努力ってのはね結局できなかったことを美化してるんですよね努力って言葉で。まあ、だからどちらかというとそう虫傷が走るというかね努力なんてことをね言うことは私からはないかなと思いますよね。まあでもあえて今回努力という言葉を使わせてもらうんだったらどうせ努力するんだったら求めた結果は得れないんでどうするんだってことですよね努力してるんだったら。 だから求めた結果が入れなかったら、それは努力ではないと言ってもいいぐらいなんですよ。まあ、ただ人は傷つきやすいんで、頑張ったねって声をかけちゃうわけなんですよ、私もね。いや、でも、頑張ったことには何の意味もなくって、目標とかね、求めたことが達成されて、それが自分のものになって初めて人生が一個前に進むわけじゃないですか。もちろんね、まだ若い頃とか、その10代や20代の頃に、 いろんな経験をしながら失敗をしながらその蓄積が将来役に立つみたいなことあると思いますけどもそこそこの年代になってうん挑戦することはね確かに立派なんですけどもあのそろそろ果実を得たいわけでしょやっぱりそこそこの年齢になるとね30過ぎたり40過ぎたりするとうんだからそうなるとなんか努力っていう言葉がねほんとんかこうすごく安っぽい言葉に変わってくるなと思うんですよ むしろ修羅場ってのは10代の頃に終わっとかないともう人生は全然見えないような気がするんですよねだからある意味ねその40代とか50代過ぎた人が若い頃の武勇伝を語るとしたらそれは真っ当なことでだって無茶できる10代の頃にやらなかったらい,いつやるんですかって話ですよね30になってやるんですか40になってやるんですかって話でもっともできないですよそんな時にはだからやっぱり どれだけ失敗しても、どれだけ傷ついても、どれだけ人と仲違いしても取り返しがつくうちに修羅場っていうのはね、武勇伝っていうのは終わらしとかないとさすがにね、なんか30とか40過ぎてそっから武勇伝っていうのは、それが痛いと思いますよねでも本当に、あのー、若い頃にね、青春時代にやる,やるだけやったっていうかね、半端なくやったんだったら、それはね、大いに 語ってもらっててももらいいいんんじゃないかなかと思うんですよ、うん、ただそのやってもないことはねあのいわゆる風潮するから語るから痛々しいんであってねいや本当にすごいことやったんだったらさすがに語ってる時にはすごい人になってますからねそれなりに貫禄は出るわけですよ、うん、だからまあ努力をどうこうっていうのはそれからの話なんじゃないかなと思うんですよねただまあ吉田さんが言われたようにあの努力をすれば 必ずししも成功するわけじゃないしでも逆に努力あの何成功した人は必ず努力しているっていうのはねまあ不分率じゃないかなと思いますだからこそ思うんですけどもあのどうせ努力するんだったら成功ぐらいはしとけよってことなんですよえ成功を逃して努力ってそんなね浅はかなん恵な努力をするなと思っちゃいますよねそれは努力ではないでしょうというところなんですよただ努力ってねゲージがないんで 本人がやったって言えばやっったたんでしょうねだから頑張って達成されなかったもので満足ですかとかになっちゃいますしもちろんいろんなことを努力してね次につなげようっていうのはすごく尊いことなんですけどもさすがにもうねあの果実を刈り取るべき年代に入った時に努力だけで済むようなことにはならないかな少なくとも自分自身の人生に努力した良かったではないと思うんですよね。やっぱこう 話としてはね、褒めてあげたいなと。結果は入れなくても、頑張ったんだねって言ってあげたいですけども、それはあくまでも自分の人生じゃないからそれが言えるんであって。私だったらね、あの、とことんやったのに結果が入れなかったら、うん、嫌ですね、やっぱりね。単純にね。アフィリエイトやって儲かりませんでしたとかね。転売やって売れませんでしたとかね。FX やって未だにできてません、勝てませんとかね。暗号通貨買って全部外しましたとかね。こんなんやってられないですよ、やっぱり。 んんででももかまあきちんとやればねそれなりの果実は得れるんじゃないかなと私は自分のねこの短い10年足らずの人生を振り返って思う,思うんですけどねうんでもなんかうまくいかない人ってそのやる度合いがちょっとまずは少ないのかなと思いますで精度が高いんだらまだしもそんなに高くない、まあ、私どっこいかそれよりもねちょっと弱いぐらいなんでそれでいて。 作業量がかなわない私にかなわないってことはまあそれはうまくいかないだろうと思っちゃうんですよね。うまあ、ど,どういうんですかね。なんかね。まあ吉田さんも感じてらっしゃると思いますけども私もね自分なんて大したことないと思うんですよ。だからその大したことない人間やってることぐらいはみんなできるだろうと思うんですけどもそうもいかないんですかねうん。というところで努力に関してちょっとね語らせてもらいました。えー、以上でございいますっってらっしゃい